こんにちは、それ、ほんと、芸能ニュースチャンネルです。今回は、チャイ、吉岡里帆、本田翼が嫌われる理由についてです。以下引用。男受けコメントやめろ、完全に狙ったな、あざとい言動で波紋を呼んだ女性芸能人3人、女性芸能人の中には、言動が、あざとい、と波紋を呼ぶ人も少なくない。6月17日に札幌ドームで始球式を行った歌手のチャイも、その言動にネット上から辛辣な声が上がっている。マウンドに立ったチャイは、打者のいるホームとは新客の二塁側へ投球しようとする天然っぷりを見せつけました。始球式後に、緊張して向きもわからなかった、受け狙いじゃなくてガチです、とコメントし、ファンからは、やばい、ほんと受けるわから。最高、間違えた瞬間めちゃ川です。といった声が上がりましたが、完全に狙ったな、どうやったら間違えられるのって思ってしまった。事前に説明受けてるだろうし、これはない、あざとすぎる。実行に移した勇気はすごいよ、といった呆れた声がネット時用で続出しています。芸能ライター、また女優の吉岡里帆には、6月4日に放送された、鶴瓶の家族に乾杯、NHK、へ出演した際の振る舞いに、ツッコミの声が相次いでいる。北海道ミーカップ町で笑福亭鶴瓶とロケを行った吉岡は、町の人たちに終始フレンドリーな態度で対応。しかし、その振る舞いが、絶対に裏表激しい、あざとさの極み、良い子って思われたい、っていう欲求がすごく強い、と視聴者の反感を買ってしまったようです。しかし、これらの声に対して、男にモテるタイプだから、叩かれところゼロなのに、叩かれてるだけな気がする、女の嫉妬にしか聞こえないな、などの声も上がっていました。と、さらにモデルで女優の本田翼も、今年3月に放送された、レギュラーラジオ番組、アバロン、J-WAVE、での発言が波紋を呼んだ。番組内では、割り勘のマナーをテーマにトークを展開。その中で本田は、男性と食事に行くなら割り勘にしたい、と発言し、対等でいたいというか、できれば払いたいです。おごってもらうことで愛を図るべきじゃない、と持論を語りました。すると、SNS などには、いつもおごってもらえるから言える発言、男受けコメントやめろ、そう言ってる自分のことが好きなだけだろ、あざといなから、などの厳しい声が。一方で、自分の意見言っただけじゃん。鬼の首を取ったように叩くことでもない、といった意見も上がっています。どう、普段の振る舞いが、あざといと言われてしまう女性芸能人たち。嫉妬やそねみが原因で、言動が叩かれてしまうケースもあるようだ。視聴ありがとうございました。毎日配信していきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。